日の戦いに注目です。絶対王者不在、それは日本中を熱くする戦国時代の到来を告げ、選手にとっては大チャンスを意味する。注目は復帰を遂げた織田信成。1年5ヶ月前のあの涙、織田はそれを力に変え NHK 杯では見事優勝、存在感を見せつけた。そんな織田が今挑んでいるのは4回転。試合に出られない時からコツコツ取り組んできた4回転ジャンプを決めて勝つことこそ織田信成の完全復活。全日本では4回転を決めて優勝したいと思います。迎え撃つのは急成長株、小塚崇彦。去年の全日本フィギュアで2位に入り、世界選手権の切符を手にした小塚は、世界の舞台で自信をつけると、迎えた今シーズンスケートアメリカで初優勝、目覚ましい躍進を遂げた。そんな小塚も織田と同じく4回転に挑んでいる。世界選手権先シーズン戦って、上の選手の人たちはもう絶対に4回転を跳んでるし、もうこれは絶対に必要だなと思って、もう何が何でも今シーズンは降りなきゃいけないと思って挑戦をしてます。一体どちらが4回転を決めるのか。2人を脅かすのは17歳の新星、村高人。今シーズンシニアに初参戦ながら、NHK 杯では世界を相手に堂々の5位。若さと勢いは最大の武器。パワフルジャンパーが表彰台争いを熱くする。この2人も熱い。去年の全日本はわずかな差が明暗を分けた。 0.9 何には届かない。悲願の世界選手権出場を逃した中庭健介。普通だったら足が震えるなんてことはほとんどないんですけど、やはり自分の出番が近づくにつれてすごく体が震えるようなことがありました。それが全日本フィギュアという舞台。プレッシャーのかかる中、3位に食い込んだ南里康晴、初めて世界への切符を手にした。羽生結弦は14歳ながら全日本ジュニアを制した逸材。軽やかでしなやかな滑りと初々しい笑顔で初の大舞台へ挑む。ほとばしる若さと情熱、ベテランの譲れぬ思い、天下は誰の手に。はい、高橋選手の欠場によってで、はい、男子は本当にどうなるか分かんなくなりましたよね。さらに熱くなってきてますもんね、はい、どうなっちゃうんでしょうかこれは。そうですね、やはり優勝争いは織田選手と小塚選手の4回転争い、はい、になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、これはほぼ飛んでると。織田選手はほとんどもうね、はい、回ってますね。小塚選手はこれのビデオを見ると、はい、少しトゥーフットで降りてきてしまっているので、はい、なかなかね、でもほとんどもう決まっているん で、ね、もうこの全日本までにどれだけものにしているかでもう見えてくると思います。それが優勝になるんじゃないかと。そうですね、一つの鍵にはなると思いますね。あと世界フィギュアの出場枠3つ、この代表争いも激戦になりますよね、はい、そうですね、やはり高橋選手がいないということで、どの選手にも今チャンスが巡ってきているわけですね、はい、で今 VTR にもあった選手たちには誰もが表彰台に上るチャンスがある、うん、あると、はい、だからやはり本番で自分が持っている力を 100% 出せた選手が、ミスを減らすという部分ですよね。そうですね、まあ、間違いなく白熱した戦いになると思います、はい、さあフィギュア王国日本にはまだまだスター候補生たちがたくさんいます。この後は今シーズン注目の新星たちをいち早くご紹介します。